一見普通の書道のようですが、そこは海の生き物を展示する施設でのイベント。海にまつわる秘密は硯に入れられたこの墨にあります。この墨のもと、実はそう、イカ。書道に使う墨汁ではなく、イカ墨なのです。今が旬の白イカをアピールして消費拡大につなげようと企画されました。物珍しさもあってか、親子連れなどが次々とイカ墨を使った書道に挑戦しました。何を書いたんですか？娘の名前を書きました。でもすごく書きやすくて、はい、うまく書けたと思います。筆で書きやすいように何かを加えたりはしておらず、いわば純度 100% のイカ墨。匂いは濃厚な磯の香りですが、意外にも書きやすいと好評でした。自分の名前書きやすかった。ユニークなイカ墨の書道、3連休の親子連れの良い思い出になったようです。